を使って演奏を作りましょう。はじめに床を置いてミュージックシーケンサーを重ねます。向きを決めたら L アパートメントギャラリーからこの模様の床を2枚と、アンビエントギャラリーからトーチを1つ置き、繰り返し並べていきます。ミュージックブロックを設置したらグリッドスナップ4か8に切り替えて枠の中に置きます。演奏が長くなる場合はミュージックシーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではたくさんあるミュージックブロックの種類に番号をつけています。地面に置いた直後のプレイヤーの側の列を1番とし、奥の17列目まで全て番号で呼びます。設計図のブロックは演奏の役割ごとに色分けしています。演奏通りの再現をしたい方は補足に書いている番号の列のブロックを使ってください。これが今回のミュージックシーケンサーのカスタマイズです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。どうも、ゆっくりアンズことブラックアンズです。現在、オリジナルの方の生声アンズが撃沈中のため、今週は私がおまけパートを担当します。今回は、アラン・ウォーカーさんの、アローンを作ってみました。アラン・ウォーカーさんは、ノルウェーで活動している音楽プロデューサーさんです。彼が15歳の時に初めて作曲した曲、フェードが世界中で大ヒット。その後もリマスター版のフェイディットや、ザ・スペクトルなど、たくさんの名曲をこの世に送り出しています。フェイディットとか24億再生されてますからね、とねー。そんな中で今回作ったアローンは、あなたは一人ではない、というメッセージを込めた曲になってます。中毒性抜群ですので、ぜひ一度聴いてみてくださいね。さて、今回の回路についてですが、後半の感想部分が、半マスずらしがいっぱい出てきてググッと難しくなっています。前半のサビ部分までは簡単にできますので、難しいのやだー、という人は、9ページ目のここまでをまずは作ってみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。長い夏休みに、音ブロックを使った演奏作りに挑戦してみませんか？ミオトチャンネルでは、土曜、日曜の夜20時に動画を投稿しています。チャンネル登録はこちらから。リクエストをしたい人は、曲名、歌詞名、そして、マイクラ、フォートナイト、マリオメーカーの、どのゲームで作ってほしいかを書いてコメントしてくださいね。本日の担当は、時熱アンズでした。熱くて溶けるわー。